私はですね、珍しく上野に来ております。今日はですね、ここ上野からですね、京成に乗りまして、一旦成田の方にね、まず向かいたいと思っております。で、うちからね、成田だとね、ちょっとね、朝ね、きついんで、今日はちょっとね、明日のお出かけのためにですね、成田でね、全泊しようかと思っております。で、今日はですね、その京成に乗りまして成田に行くんですけども、京成スカイライナーで行くんですが、で、今の時刻はですね、19時3分なんですけども、私が予約したですね、京成スカイライナー20時40分なんですね。で、成田の方ってね、結構飯食べるとこないんで、ちょっと一旦ね、この上野の方でね、飯食べてから成田の方にね、向かいたいと思います。明日ね、成田から行くところはね、まあ、国内旅行のような距離で行ける海外でございますので、今日はね、コロコロもなく、バックパック1個だけで来ております。もうね、上野はね、本当にね、大好きな街でね、もう、ここに来るとね、本当にね、ここで遊んでっちゃうかなって感じになっちゃうんですが、まあ今日は、ここに来た目的はですね、まあ、成田に行くというね、目的がございますので、今日はね、残念ながら、遊んでいくことはね、できませんけども、まあ、またね、近いうち上野の方にね、来たいと思います。何食べようかな、まあ、この辺にもあれだね、結構やっぱ人多いな。でもどうだろうな、なんか昔に比べるとすげえ少なかった気がするんだよな。今日しかも金曜日だし、時間は7時ねえ、どれもみんな飲みに来てたんだけどね、上野とかに。今これか、やっぱ人少ねえなあ。あ、並んでるな、やっぱり。あそこに見えてるね、うなととってお店なんですけどね、こう結構安くてね、うなぎ食べれるんで、結構ね、人気のお店なんですよね。時間もあるし、並んでおきましょう。暑い。なんだろうな、ちょっとね、ヒートテック仕込んでたからね、めっちゃ暑いっすね。で、今からね、京成上野駅の方に行きまして、スカイライナーの方にね、乗りたいと思います。久しぶりに投げ食ったけど、うまかったな。でね、全部でうな丼ダブル大盛りプラス肝水で1260円でございました。じゃあこちらね、京成上野駅到着しましたので、ここからね、スカイライナーのホームに行きまして、以上、成田空港に向かいたいと思います。あんまりね、スカイライナーってね、僕乗らなくてもいいところに住んでるから、時間がちょっとネックス合わなくて、それでもうしょうがないから上野回って、スカイライナー乗るかと、まあ、乗ったことないからいいやと思ってね、今日はね、上に来てるって感じですね。ただ乗り方よくわかんねえんだよな、こういう時は聞いてみよう。すいません、どれだっけな、これ一応予約したんですけど、はいはい、これってどうやって乗ればいいんですか。あと乗車券、ナスモとかも、あ、あります、あります、はい、一応ね、ネットでね、予約はしてたんですけど、いい感じで乗り方よくあるんで、あれみたいですね。僕が買ったのはスカイライナーの乗車券で、普通乗車券は入ってないみたいなので、これですかね、違うな、イブニングライナーじゃないな。まだ時刻表には出てないので、まあ、ちょっとトイレ行ってゆっくりとしてたいと思います。まあね、ホームで待ちたいと思います。はい、ただいまの時刻はですね、20時10分でございます。で、この電車の出発はですね、20時20分でございます。あと10分ぐらいですかね、車内清掃を何やらして、おそらくね、あと5分ぐらいして乗れるんじゃないかなと思います。いや、スカイライナーね、かっこいいですね。じゃ、扉開けましたんでね、じゃあ私も入りましょう。で、席が4の D ですね。よいしょ。スカイライナー線は
ピノンの D はここかな。デッキ、サービスコーナーを含めて全車両、さて、不審なものや不審な行為を発見された場合は、ガラガラ、ね、本日も京成スカイライナーをご利用くださいましてありがとうございます。この電車はスカイライナー成田空港行きです。停車駅は空港第1、成田第2、第3ターミナル、終点成田空港、成田第1ターミナル。はい、乗車してね、何分ぐらいだろう、40分ぐらいか。いや、この電車あれね、あんまり揺れないし乗り心地いいんで、もう世界の寝癖寝てましたね。もう今日はね、成田空港の近くにホテル取っておりますので、そこに一泊して明日成田空港からまたお出かけしたいと思っております。ここからは出られませんって。そうなんだよ、もう成田空港の駅でも謎仕様だからね、本当にね。本当にね、もう振り口よくわかんないんだよな、本当に。はい、今ね、成田空港、第2ターミナル行きの改札抜けて、外出てまいりました。どこ行きゃいいんだろうな。ホテルの送迎バスが出てるそうなので、そちらにね、向かいたいなと。いうふうに思っております。JAL ホテルかな。ノース。うん、ノース。送迎バスって何階から出てるんですか。日光成田のことです。あ、日光成田だ。はい。日光成田でしたら間違いない。次9時15分でエスカレーター上がってもらって、はい、1階到着ロビーの館外33番から運行しております。あ、わかりました。登って右手で。右手で行って33番。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあね、今からね、ホテル日光成田かな、今日はね、撮ってるホテルなんですけども、もうね、結構ね、あそこね、成田使うときにね、実は使ってるホテルでございまして、久しぶりに行くんですけども、たまにね、安く出てるんですよね。今日もね、いくらだったっけな、5900くらいだったんだっけな、確か。まあ、割とこの辺のホテルで、割と最安の方だったんで、でね、ホテル日光成田の方ね、撮らさせていただいたって感じですね。33月だな。うわー、当てしなくてもいいな。33番、あそこか、あっちですね。久しぶりだな、なんか成田来るのは。前回ね、ピーチ行った時は成田使ってね、来ましたけども、今日はですね、念願の成田から、ね、今日じゃねえか、明日か、明日はね、念願の成田からね、国際線に乗ってね、海外に行きたいと思います。ただ言うてもあれなんだよな、国内旅行のような海外旅行になるんですよね、今回は。場所近いところなんで。いや、しかし成田は羽田と違ってやっぱりでかいね。いや、じゃあね、33番からです。あ、ちょうど来ましたね、ちょうどね、あのバスですね。じゃあとりあえずね、このままホテル日光成田の方に、ね、向かいたいと思います。
歩道路。あ、えらい久しぶりな感じですね。はい、今ね、中に入ったんですけども、長蛇の列。いやー、これね、チェックインの何時間か、何時間じゃない、チェックイン何分かんですかね。到着してから30分かかりまして、チェックイン完了しました。いや、こんなチェックイン待つの久しぶりだね。はい、どこかな。はい、手持ってね、シングルいっぱいだったそうで、ついにアップグレードだそうです。いいですね。さてと、165、どこかな、よいしょ。あら、まあ一人にはもったいない部屋だな。嬉しいっちゃ嬉しいけど。はい、お部屋の方に到着しました。もう家出てきたのがね、6時ぐらいだから、ここまでも飯食ったりとかして4時間ぐらい経っちゃいましたね。はい、それじゃあね、まあせっかくねお部屋に着いたので、少しねルームツアーしたいと思います。でもちょっとね、この机の上ちょっといろいろバラしちゃったんで汚いんですけども、まあこんな感じですね。まあ小切れでいいですよね。で、まああと、はい、まあこういうところですかね。もうほとんど滞在時間ないんでね、いい部屋泊まるとなんかもったいない感じがしちゃうんですよね。あとね、まあツインなんでベッドは2つということと、ちょっと残念なのがね、ここにね USB のコネクターとかがないんだよな。それがちょっと残念ですね。それと水回りでかな、この辺は。はい、お風呂はこんな感じですかね。まあ広いし、まあ、ここはさすがザ日本のホテルって感じがしてね、湯船っていうかバスタブがあるんで、まあお風呂入りたい人は入れるでしょうという感じですね。うちの風呂よりか広いかもしれないな。こっちはトイレですね。はい、まあ日本のね、当然ホテルでございますので、ウォシュレットはついております。まあ、成田周辺のホテルということもあって、あたりは何もございません。まあ、お部屋はこんな感じでございます。で、今日はね、もう金曜日で、まあ、当然お昼は仕事してました。で、ここまで来るのに4時間かかりました。違うの、ここまで来るのって、ここの部屋に到着するのに4時間かかりましたということでね、お疲れ気味でございますので、もうそろそろね、明日もね早いので寝たいと思います。